かっのーい。いらっしゃい。今カウンターの方からだったな。身長が低かったんだな。あ、本当だ。ふぼくろへようこそ。ナナだ。ナナは一度死んだ。仙人に助けられた。だからモンドだと。こそれでお嬢さん、処方箋は衛生校なら処方箋はいらないと思うが。処方箋があれば薬用意できる。これおそらく彼女の言うキョンシーを動かすには直令が必要だ。しかし処方箋はないが衛生口を用意してほしい。いいよ。俺でもナナを手伝う。店員が客を手伝うのは不公平なことだったのか。構わん、こういう対等な関係も悪くない。じゃあ天光山に行って奇襲機を使ってココナッツ羊を飼ってほしい。いや、彼女が言ったものに奇襲機は昔仙人が。場所は天光古城。勝利は本当に。そうでもない。例えばココナッツ羊は。それだけ。うん、ココナッツ羊は伝説。見た目はわからない。どこにいるかわからない。まあいい、まずは奇襲機の周りを探そう。もしかしたらココナッツ羊どんな。